黒木なぎさの夜のまどろみ、大人のための読み聞かせ。アーモンド。青色小学校4年2組、浜田弥生です。私の家は4人家族で、お父さんとお母さんと生まれたばかりの妹がいます。お父さんは保険の会社で働いていて、お母さんは看護師をしています。好きなことは絵を描くことと音楽を聴くことです。あとお母さんと一緒にお菓子を作るのも好きです。私の家は東京の端っこにあります。私が生まれる前に建ったお家です。屋根が濃い緑色で、壁はオレンジ色です。これはお父さんとお母さんがハネムーンに行った時に見た外国のホテルの色を真似したのだそうです。私もいつか大きくなったら、そのホテルを見に行きたいなと思っています。私の通っている小学校は、私立の小学校です。近所のお友達は、近くの小学校に歩いて通っているけれど、私は毎朝電車に乗って学校へ行きます。実は、私は電車に乗るのが嫌いです。なぜなら、大人の人たちはいつも顔が怒っているみたいに見えるし、満員の時はぎゅうぎゅう詰めになって苦しいからです。でも、一番嫌なのは乗り換えがあることです。まず、私の家から青色のマークの電車に乗って品川駅へ行きます。それから、長い通路を歩いて、緑色のマークの電車に乗り換えなければなりません。ここを間違えると知らない場所に連れて行かれるので、天井からぶら下がっている電車のマークをよく見ながら進みます。でも朝の駅は人がたくさんだし、私は背が低いので時々見失いそうになります。歩いている人たちはすごく早足で、よそ見をせずにまっすぐに進んでいきます。台風の後の川みたいにドドドと流れていくので、違う場所に連れて行かれないようにするのが大変です。これは他の人には内緒の話ですが、私は電車が怖くなった時の秘密のお守りを持っています。いつもポケットに入れているので、嫌な気分がやってきたら、ポケットに手を入れてお守りを握ります。そうすると、少しだけ気分が良くなって頑張れるのです。このお守りというのは、アーモンドの実のことです。一粒だけしかない大事なアーモンドなので、ちっちゃいビニール袋に入れてポケットに入れています。このアーモンドは、私がまだ1年生だった頃に知らない人にもらいました。東京駅のホームだったと思います。私は泣いていたので、くれた人の顔はあまり覚えていないけれど、背の高い女の人でした。名前も聞くのを忘れていたので知りません。あの頃私は小学校に入ったばかりだったので、今よりもずっと電車に乗るのが下手くそでした。入学する前にお母さんと何度も乗り換えの練習をしたけれど、お母さんと一緒ならできることが、一人ぼっちになると急にできなくなったりしたのです。お母さんは間違えてもいいから一人で頑張れるようになろうねと言って、迷った時のために私用の携帯電話を買ってくれました。だけど、私は携帯電話よりも、お母さんが一緒にいてくれた方がずっと安心なのにな、と思っていました。あの日は、
学校でたくさんドッジボールをしたりしたので、私はうっかり電車の中で眠ってしまいました。目を覚ましたら知らない駅にいて、びっくりして外に飛び出すと、東京駅、東京駅というアナウンスが聞こえてきて、途端に怖くなりました。東京駅には降りたことがありません。間違えた時はどうすればいいんだっけ、と思い出そうとしても頭がこんがらがってきて、我慢しようとしても涙が出てきてしまいました。私はホームをうろうろ歩いたり、周りをキョロキョロ見回したりして、どうにか知っている場所に帰ろうと思ったけれど、誰も知っている人はいないし、それどころか全員が私のことを邪魔者みたいに思っている気がして悲しくなりました。このまま夜になって一人ぼっちでホームに閉じ込められてしまったらどうしよう。お家に帰れないとお母さんやお父さんにも会えないし、もうお友達や先生にも会えなくなるかもしれません。寂しくて喉のところがぎゅっと苦しくなりながら、お母さんのことを呼びました。でも、言葉が出る前に泣き声の方が出てきてしまって、どうしてもお母さんをきちんと呼ぶことができません。心がちぎれてしまうような気がしました。その時、誰かがトントンと私の肩を叩いたのです。振り返ると、女の人が立っていました。その人は、迷子になったの？と聞いてきましたが、私は喉がしゃっくりみたいになっていて、上手にお返事ができませんでした。すると、女の人はしゃがんで、私の顔を覗き込んできます。知らない人とお話ししてはダメだと、お母さんや先生に言われていたので困りました。私はどうしていいかわからなくてずっと泣き続けました。もしかしたらこの女の人がお母さんを連れてきてくれはしないかなと思ったりもしました。だからお母さんを呼びながら泣きました。すると女の人の目がみるみるうちに光り始め、両方の目から涙がポロポロこぼれてきました。大人の女の人なのに泣き始めてしまったのです。女の人は、私もお母さんに会いたいな、と言って泣きました。それを聞いたら、私もまたお母さんを思い出して、ワンワン声を出して泣いてしまいました。二人でいっぱい泣いた後、女の人は、いいものをあげる、と言って、私の手に何かを乗せました。それは、一粒のアーモンドでした。女の人は、これは孤独の種だよ、と教えてくれました。孤独という言葉がわからなかったので、聞いてみたかったけど、恥ずかしくて聞けませんでした。でもその女の人が寂しくなったり悲しくなったりした時にこの種に話しかけると答えを教えてくれるからねと言ったので、孤独というのはきっと魔法みたいなものなのだと思いました。いつの間にか涙は止まっていて、気分も落ち着いたらお母さんが持たせてくれていた携帯電話のことを思い出して嬉しくなりました。私はとっても慌てていたので、いつでもお母さんに電話できるということを忘れていたのです。電話をかけて東京駅にいると言うと、お母さんはすぐに迎えに来てくれました。改札の外にお母さんの姿が見えたとき、ほっとして、また涙が出てきました。お母さんに抱きついて、もう絶対に離れないようにぎゅっとくっつきながら
後ろを振り返ると、アーモンドをくれた女の人はもういなくなっていました。あれから何年も経って、今私は4年生です。すっかり電車にも慣れました。相変わらず人混みは苦手だけど、乗り換えを間違えても元の駅に戻る方法だってわかるし、泣き虫も卒業しました。何より妹が生まれてお姉ちゃんになったのです。もし妹が同じ小学校に通うことになったら、私が電車の乗り方を教えてあげると決めています。6月のある日、空がどんよりと曇って雨が降りそうな午後のことでした。学校が終わって駅に向かって歩いている途中、近道をしようと思いついて公園を横切ったのです。その公園には銀色の大きな時計台があって、その周りに石のベンチが3つ並んでいます。晴れている日はそこで新聞を読んでいるおじさんやおしゃべりしているおばさんたちがいるのですが、その日はたった一人、女の人が座っているだけでした。今にも雨が降りそうな空なのに、女の人はじっと何かを見つめています。気になって目線を追うと、時計台の下に集まっている鳩の群れを見ているようでした。たくさんいる鳩の中で、一匹だけ離れた場所にいる鳩がいます。変な羽の色をしているし、首のところがなんだかボコッと膨らんでいて、もしかしたら病気なのかもしれません。女の人はじっとその鳩を見ています。鳩も女の人もシュンと背中を丸めて落ち込んでいるように見えました。しばらくすると首の膨らんだ鳩は他の元気な鳩につつかれて、群れからずっと離れたところへ追い払われてしまいました。私はいじめが嫌いです。小学校だけじゃなくて、鳩にもいじめがあるんだなと思い、ムカムカしてきました。いじめっ子の鳩を叱ってほしくて、女の人に、いじめはダメですよね、と言いたいくらいでしたが、勇気が出なくて、もじもじしているだけでした。女の人は逃げてきた鳩の方に手を差し出しました。きっと助けてあげようとしているんだ。そう思ったら突然女の人がうずくまってしまいました。体調が悪くなったのでしょうか。びっくりして少し近づいてみましたが、女の人はうずくまったまま動きません。よく見るとちょっと肩が震えているような気がします。大丈夫ですか？目一杯の勇気を振り絞って声をかけました。知らない大人の人に自分から話しかけたのは初めてのことです。私を見上げた女の人の顔は涙でびしょびしょに濡れていました。眉毛も悲しそうに下がって、目も鼻も真っ赤です。お腹が痛いんですか？私が聞くと、女の人は首を振りました。じゃあ、頭が痛いんですか？女の人はまた首を振ります。そして、ハンカチを持っていないのか、洋服の袖で、涙と鼻水を拭きました。それから女の人はポケットから小さなメモ帳とペンを取り出して、声が出ないのと書いて私に見せました。私がどうして出ないんですかと質問すると、またペンを走らせて、私にもわからないと書きました。女の人の目からは次々と涙が出てきます。
私は泣き虫だった頃の自分を思い出しました。こんな風に涙が出てくる時は、自分の力ではどうしても止められないのです。悲しい気持ちを涙に変えて、すっかり出してしまうまで、どんどん溢れてきます。私は女の人を慰めてあげたかったけれど、どういうふうに伝えていいかわからなくて困りました。それでいいことを思いついたのです。お姉さん、これをあげるので元気を出してください。私はお姉さんの手のひらにアーモンドを乗せてあげました。いつもポケットに入れている秘密のお守りです。女の人は不思議そうに私の顔とアーモンドを見比べています。それは孤独の種と言います。私はまだ孤独という言葉を漢字で書けないけれど、もう意味ははっきりわかります。孤独というのは人を強くする魔法のことです。私は女の人に言いました。悲しい時や寂しい時にぎゅっと握ってください。そうすると強くなれるから。本当はあげてしまうのがもったいない気もしたけれど、私はもうお姉ちゃんだから、孤独の種がなくても多分大丈夫です。目の前で声も出せずに泣いているこの女の人の方が、きっとお守りが必要なんだと思います。女の人はメモ帳を破って新しいページにすると、ありがとうと書いて見せてから、くしゃっと笑いました。涙がいっぱい出ているので、喜んでいるのか、まだ悲しいのかよくわかりません。私はアーモンドの力で女の人の声が出るようになったらいいなと思いました。それからこの人が泣き虫を卒業して私みたいに強くなれますようにと最後のお願いをしておきました。おしまい。